せーの、キャンサロンからお届け、足立ジンズ館。ありがとうございます。足立区のキラリと輝く方を学生が紹介する動画サイト、足立ジンズ館。今回のゲストは謎の男、関慎太郎さんです。はい、関慎太郎でございます。どうぞよろしくお願いします。あの第30回にしてですね、はい、あの肩書きが謎の男と謎の人と、はい、いうわけでですね、とても気になって見てらっしゃった方が、気になってクリックされた方も多いんじゃないかと。謎の人出しちゃいましたからね、足立ジンズ館も。あの足立区長の後になんだこの格差っていうね。いやもうバシンと、バシンと30回記念すべき回に謎の人登場。あの3つのキーワードのですね、一番最初は、関さんって何者から始まりますので、ちゃんと疑問は解消されると思いますから、はい、だから謎の人なんだけどねご安心いただければと思います。悪い人ではありませんから本日は、株式会社キャンの、キャンサロンからお届けしてます。では今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では一つ目のキーワードから伺ってまいります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。一つ目のキーワードは関さんって何者？失礼だね。あの関さんのキーワードを伺ってたら、そう自分で言ったんだけどね。結局、はい、関さんって何者ってとこから始めようか。まあだからあのクロスウェーブ先住で、あの番組で僕のことをご覧になってる方とか、はい、あとはその町の三木田選手とか、そのいろんなイベントでお会いして、はい、僕と会っていただいて、多分皆さん最初に感じたことは、お前何者なんだろう。すいません、今だからはっきり言いますけれども会社員です。あの IT 系の会社員でございまして、もともとはその、はい、いわゆる、まあ、システムエンジニアといわれる、まあ、IT 技術者だったんですけれども、現在はまあちょっと紆余曲折のせい、まあ、いわゆるコンサル営業のような、はい、そういう方にシフトしてます。そこからつながってきて、またもう一つの関さんの顔である個人情報のスペシャリストというところにはつながってくると思うんですけど、そこのそのコールセンターとそのパソコンの修理から徐々にまあ年数とともにステップアップというと表現おかしいんだけど、今度はそのもっと大きなところを見ましょうってことになって、そのパソコンがつながっているネットワークだったり、いろんなそのデータが入っているサーバー、そういうものを見ていく方にシフトしてきて、さらにはその自分でそういうのを構築作り上げたりシステムっていうこともやるようになってきまして、それが終わったところで今度マネジメント、そういうところの今まで僕がやってたお仕事をもう少し若い方にやっていただいて、その人たちを管理する、はい、あとはその当然 IT 企業ってもやっぱり会社なので相手方もお客さんがいると、そういう方たちと接触したりとか、打ち合わせしたり、朝から夕方昼過ぎまでメール見てたりとか、ね、いろんなところからメール来るので、はい、大体午前中仕事それで潰れちゃうんですけど、そういう方に徐々にシフトしていって、そうするとだんだんそのシステムとかいじらなくなってきて、でその僕の売りっていうのを考えた時に、例えばやっぱりその、まあ、僕法学部法律学科出身なんですけど、なのに IT の世界入っちゃったんですけど、やっぱりその IT のことをやれて法律とかを知ってるのって強みだなって自分で思うようになったんですよ。っていうのも徐々にあの経済産業省に切り替わってからその情報処理とかそちらの方面の考え方も変わってきまして、昔はそのもう本当に IT とかそちらの特化した人はもうあのそこだけやれてればいいよって話になってきたんだけど、だんだんその、まあ、それ法律周りだったり、あとは会計知識、そういったところもやっぱりそのなんだろうな、要するにちょっとごめんね、要するに IT ってだんだんその会社の経営とか組織的に関わってくるように広がりができなってしまったので、そういう人材が欲しいということになってきて、あ、俺そっち行けんじゃねえのっていう変な欲をかきまして、はい、いや自分の強みを理解されてるから、でちょうどその2005年に個人情報保護法という、まあ大変評判のよろしくない法律が出来上がりまして、それでそのまあ個人情報保護士とかそういう民間の団体でやってる資格が立ち上がったんです、はい、じゃあとりあえず取ってみんべえと、ただ取れちゃいまして、確かに法律のところ新しくできたものだからそれは勉強しましたけど、
かもしれないし、その IT 周りの知識ってその今まで自分がやってきた経験でカバーできてしまったので、そういう意味ではごめん、正直あんま苦労しなかった俺関さんのための流れが起きたと。そう、俺の風吹いたぞみたいな、折り風だこれみたいな、乗っちゃおうぜって、そこに乗って人生開けたかなって、意外とこの流れに乗っちゃうのが大事かなと思ってるんで。なるほど、自分で流れを作るよりね楽じゃないですか、できてる流れに乗っちゃった方が、あとそこの行き先は自分でコントロールするだけで、ちょっとそういう方でいろいろ勉強を続けているうちに、今そこのまあ同じ個人情報保護士という団体さん、資格試験を運営している団体さんがやってる別のまあ個人情報保護コンサルタントっていう、5日ぐらいあの研修を受けて最後にまあ試験を受けて合格するような流れの資格があったんですけど、そこで出会った人たちと、まあせっかくそこで5日間出会って、このままさようならじゃもったいないよねっていうことで、ちょっとみんなで意見が一致したので、勉強会というか、異業種交流会みたいなものを、1年経って2009年にそういう組織ってこと大げさじゃないんだけど、グループみたいなのを立ち上げて、それがまあ今でも続いて、ちょっと少し前だけど、一昨年の11月に、活動拠点にしたのは、ちょっとまあ足立人図館で申し訳ないんですが、千代田区の方で、そのグループの拠点を置いてるので、そこであの千代田区役所であのセミナーをやらせていただいたりとか、そこで一個はそういう流れができたわけじゃないですか。あともう一個の流れとしては、その個人情報保護コンサルタントっていうその講習会では岩田治先生っていう方と出会いまして、そこからまた別の流れができまして、その岩田先生が個人情報保護有識者会議という NPO 組織をまあ立ち上げられていて、ちょっとそこであのホームページとかを運営する若い人が欲しいので、関君やってくれないか、でそこをお手伝いしているうちに、一昨年だから2012年にそこの理事になりました。いやもう流れに乗って乗ってますね、はい、流れに乗っただけの人生で全然降りないですね、はい、まあ一応会社員の傍ら、そういう勉強会のようなものグループも立ち上げ、 NPO 法人の役員にまでなり、ただ働きです、ね、いやいやいや、こないだこういうことまあでもこういうふうにやれば意外とその、なんだろう、その流れに乗るのも悪くないよねっていうか、むしろその自分の強みとか弱みを理解した上でそういうものに乗っかれば、それって間違いなく自分にとってプラスになるでしょっていう、なんかまあ本当にあの目の前に転がってきたボールをただゴールに切り込んでるだけの人生なんであまり偉そうなことは言えないんですけど、いや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 、けどさらにですね、そこから次のキーワードにつながっていきます。はい、まだまだ関さんの顔はあるんですよ。まだあるんですよ、それでは2番目のキーワード、2番目はい、伺います。2番目のキーワードは、はい、ミスター町のみ北千住。北千住、はい、これこの動画って多分あの皆さんご覧になる頃、はい、おそらくあの第4回町のみ北千住というイベントがですね、はい、こちらであの今あの僕が取材を受けている、はい、こちらの北千住で、はい、飲食、まあ、北千住って結構そのまあ飲み屋さんが多いんですけども、まあそういうところと連携をしていったら変ですけれども、まあそういう、まあ、いわゆる北千住に遊びに来て、そういうお店に入って飲み食いしていただいて、まあ、その町の魅力を感じてもらいつつ町おこしをしようじゃないかと。あとはまあその飲食店の他にもね、整骨院さんとかそういう飲食事業以外の普通のお店さんとかの雑貨屋が使ってるお店とか、そういうところいろいろ絡んで、いろんなサービスをして、まあ、遊びにおいでよと、うん、でも町おこしをみんなでやろうよ、盛り上げようよ、北千住盛り上げようよってイベントです。いや、もう今回で第、4回目4回目ですね。第4回4回ですよ。その第4回の間にきっとミスター町のみ北千住と言われるからには何かあったんでしょうね何かあったんでしょうね何かあったんでしょうね。もともとはですね、はい、去年の10月第3回の前に、当時あのちょっとまた後で話をしますが、
北千住のこのインターネット放送局で私番組持ってまして、はい、クロスウェーブ千住、クロスウェーブ千住、はい、そちらの当時担当してた番組の中で、はい、じゃあ俺が町のみ北千住になってやろうかと、ミスター町のみ北千住で勝手に名乗っちゃったのが始まりなんですね。なるほど、海賊王に俺はなるみたいな、そうそうそう、ね、さっき流れに乗ったもん勝ちっていう話をしたじゃないですか、はい、これもあの似たような話なんですけど、はい、行ったもん勝ち、まあ、他に誰も行ってなかったから俺が行っちゃえば俺がトップだみたいな。あ、今回はじゃあ流れに乗るのではなく流れを作ったんですね。作ったんですね、はい、なるほど、流れに乗るだけじゃダメですよ、はい、さっきと言ってることは違うぞひどい男だ。流れに乗りつつまた新しい流れも自分で作ってそれに乗っちゃおう、はい、要するにそのなんだろう、八の三北千住っていうすごい非常に有意義で面白いイベントなんだけど、まだちょっとなんかその3回目っていうのも当時あったんだけど、あくまでこれ僕の主観なんですが、まだちょっと身内だけというか内輪だけで盛り上がってる感があったので、ちょっとまあいろんな人を巻き込んだ方がそのイベントの趣旨にも合うだろうなと思ったので、あえてその去年の7月からやらせていただいてた番組の中で結構北千住以外の方もご覧になってますから、そういう人たちに訴えかける意味であえて俺が流れを作ってるんで、自分が行っちゃえって、行っちゃえ行っちゃえって感じで、もう自分の中でゴーサインが出まして、私がミスター町並み北千住ですって口走っちゃいまして、でそれでもう宣言をして、はい、宣言をしたからにはきっとその後に行動が来るんですけれども、はいはい、それはもうあなたたちとあの若い学生さん皆さんと一緒にあの相合いなし、あいや実は一緒に売ったんですよ、はい、あの北千住駅を降りてすぐのところでですね、そうですね、あの人通りが多いところです、あそこでですね、あの南部町、青森の、そうそうそう、はい、南部町というところで取れるあのアイナイナシですね、アイナイナシですね、はい、リンゴなんあ梨なんですけど、ちょっとリンゴみたいな部分もあるような、なんかとても美味しい梨なんですけど、それをですね学生軍団と、おじさんが一人そこに入りました永遠の20代のおじさんがですねあの学生よりもう何億倍も元気でしたから、はい、どんどん目は死んでいったんですけれども、そう、目は死んでましたね最後、確かにやっぱり体力ないですから、若い人たちに比べて、けど気持ちはもう気持ちだけで言ってましたから、ね、体ついてってなかったのすごいですよ本当に、そこでですね、まあまあ、学生だけがこうなーって言ってると、まあいろいろちょっとこう頭が頭なんですか、考えが抜けるところもあるんですけれども、そこを全てこういやいやいや、ここはここだよって教えてくれたりしながらですね、バッチリと、ほら IT の仕事職場でもマネージャーだからです、はい、あ、なるほど、マネジメントの経験はございますねありがとうございます、やっぱり若い学生の皆さんをリードしつつということで、でそれであの売上を目標を達成して成果を出すと、はい、売り切りましたもんね、売り切りましたから、うん、売り切ったんですよ、関さんがいたからじゃあお前が言うな売り切って、いやけどその目、そこだけじゃないんですよね。そうなんです前回ですね、前回の町の三北千住の中で、その中でこうクロスウェーブ千住としてですね、あの生放送、インターネットラジオの生放送を14時間ぶっ通しでやろうという企画があってですね、はい、で映ってる、見ていらっしゃる方はあの多分分からなかったんだと思うんですけれども、はい、あのパーソナリティはこう、まあ、どんどん変わっていくわけですね、変わってきますね、そうなんですよ、なんですけど本当に14時間14時間より、まあ、前後もありますよね、まあ、厳密に言うと11時間なんだ、14時間のうちの後ろの3時間はのレギュラー番組だから、なるほどなるほど、その前の時間から結構が復番だったんです、そうですね、まあ、その中でですねずっと番組を、作るためにはずっとこうオペレーションが必要なんですね、はい、そこに居続けたと、そういうことでした、厳密に言うとオープニングからその自分がパーソナリティとして出るところまでずっとそのオペレーターやってて、で自分が出るときは代わりにオペレーターをやってくれる人が誰もいなかったので、もうスイッチだけ上げて自分が表に出て2時間喋って、で終わったらまた戻って、最後もう死にかけてましたけど、あの日は。え、なんでそれをやろうとなったんですかね。あのたまたま、はい、そのオペレーションをできる人が、はい、当日みんな出払ってまして、はい、まあ、あのクロスウェーブの上村社長から、うん、はい、関君あなたできるよねって話に、当日ですよ本当に、放送が始まる30分前ぐらい、いや僕多分その瞬間を多分見てたんですけど、ね、はい、多分
やってるとこ多分見てましたね。見てました。朝一番見ましたが、その時にですね、できるでしょってもうはいと言うしかない状況だったんですよ。関さんとその方しかいませんでしたから、はい、というよりもだってもう一応、まあ、仕事でそういうのもちょっと触ったことがあるし、うん、そういう講習もざっくりは受けてたので、まあやれるかやれないかの二択だったら、やれますみたいなになっちゃうっていうことですよね。そうそう、他に選択肢ないですか。いや、そこから怒涛の11時間が始まったわけですが、11時間籠城しましたから私。外出たのは1回だけ、あの下の自販機に飲み物買いに行っただけ。結構スタジオもそこまで広い部屋ではないわけですけれども、でしかもそ のオペレーションされる方のスペースってかなり狭いわけですね。狭いです。その中でちょっと軟禁状態というか軟禁ですね。籠城というか軟禁というか、いやもう まあそこがあってですね、まあ、今までこう町飲みがありましたけれども、はい、それが成功してなんとか成り立ってきた裏にこういう苦労があるんだぞっていうね。町飲みで、その町飲みをやってる間は飲んでないですからね。飲めないですからね。それお酒飲みながらそういうことできないですから。いや、けどその町飲みを何ですかね、そこに関わるきっかけも気になりますよね。なんで、あの本当はだって横浜ですよ、私方ですから、なそれがいかにしてこう足立人になったかと。それでは最後3つ目のキーワード、はい、ありがとうございます。はい、伺っていきます。3つ目のキーワードはじゃん、クロスウェーブ千住の視聴率男。大きく出ましたね、また。いや、もうビッグな関さんですね。いえいえいえ、もともと関さんは横浜の方なんですよ。はい、そうなんです。なんですよ、その方が、まあ、足立人に、はい、横浜初の足立人です、はい。まあ、その前の話ですね、ミスター町飲み北千住っていうところを聞いていて、あ、多分親と思う方も、そうですね、そうですね、関さんのを知ってらっしゃる方は思うと思うんですけれども、はい、もういかにしてその足立人に関わなったかっていうところからきっとこうお話をいただけると思うんですが、はい、まずですね、私その先ほど個人情報保護 その勉強会とかグループを立ち上げたって話したと思うんですけど、それは活動拠点が千代田区役所、はい、千代田区役所の中にある千代田区男女共同参画センター NEW っていう、はい、まあ、組織というかグループがあるんですけど、そちらの会議室をお借りしてまして、そこの登録団体に当然ならないと借りれないですから、会議室を。そこの、まあ、なんだろう、登録団体さん同士の交流会で、まあ、大沢茂雄先生という宅建ダイナマイト合格スクールというスクールを運営されている、まあ、元大原の先生なんです。ちょっと頭のおかしい先生なんですけど、いやいやいや、いい意味ですよ。いい意味ですよ。その方と、まあ、出会いまして、まあ、大沢先生もちょっと別の団体を立ち上げられてて、そこの千代田区男女共同参画センターに登録されてて、はい、ちょっと先生のこと自体はまあ、ちょっとユニークなご本とかで存じてたのでもうその日のうちに仲良くなりまして、もう一緒に飲みに行って、はいはい、でそうしているうちにですね、こちら の足立区の株式会社キャンの上村社長ともフェイスブックでつながりまして、でなんでつながったかというと、上村社長と大沢先生が実は、まあ、大原のご同僚というか先輩後輩で、はい、そこで私とつながる、はい、ご縁で私と上村さんがつながって、うん、で一昨年だから2012年の7月、はい、そこでまあ、この今収録しているすぐのところにごっつりという居酒屋さんがありまして、はいはい、そちらが、まあ、このクロスウェーブ千住という放送局の前身って言っていい、はい、千住クロスっていう業種交流会の決起会がありまして、はい、そこで初めて僕は、はい、北千住の改札を出て町に出たんですよ。あ、そこからずるずると。それはまだ2年経ってないんですけど。いやいや、もうなんか生まれた時からいたような感じですよね。そう、よく言われます。関さんって足立に住んでるんですよ。違いますっていうね。そこが初めなんですよ、はい、これは番組の中でも言ったんですけど、うんうんうん、でそこから徐々にその異業種交流会に参加していくうちに、まあ、
業種交流会の方でセミナーの講師も2度ほどやらせていただいたり、はい、してで去年の7月に、まあ、2013年7月にクロスウェーブ千住というインターネット放送局が立ち上がりまして、はい、そこでカサブの部屋という番組のパーソナリティが、まあ、以前出ていただいた、今年の3月でちょっとまあ番組終わってリニューアルで私の出演終わってしまったんですけども、そこもだから番組をまあやらせていただいているうちに、まあ、結構おかげさまで当時はかなり本当にカサコさん、ルナさん、僕という、まあ、その素人って言い方よくないかな適切じゃないかもしれないけど、まあ、そのあまり誰この人たちはというあまり知名度のない人たちだけでやってるにもかかわらず、ある程度高い評価をいただきまして、まあ、独特でしたよね。もうあのトークの空気は本当に何の打ち合わせもしてないんですけど、かなり独特な、本当にあの皆さんからあの3人のそのトークの掛け合いというかすごく面白いというのをいろんな方からお話お褒めの言葉をいただいて、あの僕らのことを知らない方まであのご覧いただくようになってたので、それぞれ全然違う、ことをされてる方なんですけども、 その3人がさらになんかこう自分の個性をすごくこう出してですね、ぜひあの興味のある方はあの YouTube にもアーカイブが残ってますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。そうですね、カサコの部屋ですよ、はい、新カサコの部屋じゃないですよね。いや僕いませんからまあそこでなんかいろいろ訳があってきっと、ね、そうですね、まあ実はそのそれと同時にというと、うん、まあ今年の1月から、はい、2010年1月から先ほどちょっと名前出てきましたけど、宅建ダイナマイト合格スクールブチキリラジオという新番組があの、はい、大沢先生と宅建ダイナマイトのアシスタントの塩さんという女性の方と3人で始めることになりまして、はい、でこちらもまたそのカサコの部屋以上にありがたく高い評価をいただいて、面白いんですよ、面白いんですよ自分で言っちゃいましたけど、いやあの宅建って聞くとやっぱりちょっとこう僕とは縁遠いなと思ったんですけれども、まあ、 恥ずかしながら今回関さんを取材させていただくにあたってですね、はい、聞かせていただいたんですけど、いやもう宅建に興味なくても面白いですよ。あの普通にその宅建スクールっていうとそのなんか受験勉強のことを喋るだけなんでちょっと思われがちなんですけど、はい、それをやっちゃうと本当に一般の人にしか見ていただけないので、もうだからその受験の話も少し交えつつ、要するにもその宅建の資格を取ってからその資格をどう使っていくの、活用していくのっていうテーマで、そこにターゲットを絞ってお話をしているので、だからあの保険のセールスマンの方をゲストに呼んできたり、マンション管理士の方を呼んだり、あとはそのだからまあ就職セミナーをやられている方だったり、大手の宅建大手の受験予備校でその宅建の先生をやられている方を呼んできたり、あと先日放送されたばっかりのだとも税理士さんを呼んできてお呼びして、もうあの独立開業するにはどうしたらいいんだっていうテーマで喋ったりとか、もうその宅建って枠完全に飛び越えて、もう宅建って番組にタイトルついちゃってるんだけど、もう誰が聞いても面白いというか、その今までこういうことを話す番組ってあのクロスウェーブ選手になかったので、そういう意味でも本当にニッチなところをついてというか、話戻っちゃうけど流れ作って流れ乗ってみたいな、もうそれが大人気なんですよね今。大人気です、ありがとうございます。そうなのでそっちに絞ったってわけじゃないんですよね。いや、まあ、きっといろいろあったんでしょう。いろいろあったんですけど、はい、その、まあ、視聴率男に、はい、なったとなりましたね、まあ、どっちも僕メインじゃないんですけどね実は。いやけどその裏で関さんが走り回って、要するにだからあの汗かいてフォワードにパス出すポジションですね僕は。いやけどそれって先ほどまで伺った関さんの今までのそのお仕事っていうところとも結構通じているところがありますよね。そうですね、その結局マネージメントってそのまあ表に出てやるイメージってあるんですけど、やっぱりその動く周りで動いてくれる人フォローして、その人たちがやりやすいようにその組織というかグループというか仕事の流れを作るのが自分の仕事だと思ってるので、だからそのカサコの部屋3月までやらせていただいたカサコの部屋についてもそうだし、今現在進行形でやらせていただいている宅建ダイナマイトの方にしても、やっぱり知らず知らずのうちに僕がそういうポジションにいるかなっていう、特にダイナマイトの方に関してはもう大沢先生からお前はそこをやれと、要するにあの人の言葉そのまま借りると
俺がオフェンスでお前がディフェンスだ俺にいいパスを出せ、もうだからそういう信頼関係がダイナマイトに関してはできてるので、まあその大人の事情でっていうことはないですね。だからもっと面白い番組をこれからも作っていけるんじゃないかなと、ぜひご覧ください。一度見ていただきたい。いや本当にあの宅建とかその逆に興味が出てきますよね。そうなんですか。結構その主婦の方とか、まあ専業主婦の方って今どれぐらいいらっしゃるのかわからないですけど、例えばその一覧の番組を見ていただいたら、ちょっとじゃあ私宅建の勉強してみようかしらってなるかもしれない。逆に本当に、いや宅建なんて私難しいからやよっていうふうに、まあその女性に限らず男性からも結構僕の知り合いから実は言われてるんですが、難しいんでしょとか、本当にね食わず嫌いしないでぜひ一度見ていただきたい。いやもうキャラクターもすごいんですよね。あの先生のキャラクターすごいですからね。すごいですよ。そうですね、あの思わず本当にテキストを本屋さんで立ち読みをしたいなと、買うまでは言わないですけどね。ぜひあのまだ僕は大きな本屋さんでないとちょっとまだ取り扱いが少ないので、まあ、大手の本屋さんにあの出向かれた際はぜひちょっとあの資格の書籍のコーナーに立ち寄っていただいて、宅建のところの本を探していただけると、まあ、宅建ダイナマイトっていう明らかに異彩を放つ本がありますので、ぜひちょっとあの手に取ってパラパラ読んでいただきたい。いや1ページ目に何が書いてあるんでしたっけ。宅建は金とエロだって。はい、もうこれで読むしかないと、はい、僕が言ったんじゃないですよまるで関さんの言葉みたいになってますけど俺が考えたみたいですそれぐらいとても言うに、本当に興味がなかった人ですらも興味を持つような内容になってますから。そうですね。だからいかに興味を持っていただくかっていう、要するに外に向けてある意味発信していかないと本当にビジネスとしても成り立っていかないし、その意図を受けてその番組もそういう、うちうちに狭まっていくような番組ではなくても外に発信して、もうとにかく宅建ダイナマイト合格スクールぶっちぎりラジオという番組を一人でも多くの方に見ていただきたいし、そうすることによってそのクロスウェーブ千住という局の存在自体も知っていただけるわけですから、そういうコンセプトでは僕らも動いてます。なので、まあ、こういう視聴率男って言っていただけるのはすごく嬉しいですし、はい、その名に恥じぬようになんか横綱かなんかなったみたいな謹んでお受けいたしますみたいな。もうぜひあの私たちのやってる学生団体の方の、もうラジオを持たせていただいてるんですが、そのアドバイスもいただければなって、はい、あぜひ、まあ、私でよければもう本当にお力を添えをさせていただければ。同じ局でお互いやってる者同士じゃないですか。そういう横のつながりっていう、そのいいプラスになる上での横のつながりって必要だと思うし、やっぱりその我々が持ってるノウハウを他の番組に提供して、逆にその他の番組で持ってるノウハウをその逆にこっちがいただいて、それぞれその力をつけて、いい番組をそれぞれ作って、それでいい曲を作り上げていくというのが今後のクロスウェーブ選手という放送局にとって僕は必要なことだと思ってますので、なんかそういうことであのご協力できるのであれば、あの大久保さんの番組に限らずもうぜひあのタッグを組んでやっていきたいと思ってますので、コンサル料とかその辺はおいおいで、おいおい、あおうそうそうそうありがとうございます。ありがとうございます。はい、では3つのキーワードを伺ってまいりました。ありがとうございました。では最後にですね、関さんにとっての足立区とはを伺いたいと思います。はい、じゃじゃん、じゃじゃん、第2のふるさと。第2のふるさと、大きく出ましたね、またいや、いいと思いますよやっぱりなんだろう、まだ北千住という街にかかり出すようになってから、はい、まだ2年経ってないんですよ、はい、僕、はい、もうすぐ2年みたいな、けどやっぱりなんだろうね、ここにいる方たち、まあ、すごく温かい方が多いなと。要するに思いっきりよそ者じゃないですか僕って何しに来たんだって普通なるんですけど、そのなんかよそ者をうまくなんかその人たちというか皆さんの流れの中にうまく巻き込んでいただいて、まあ、だからその流れを僕が作るまでもなくそこの流れに乗せていただいたっていう、本当においしく料理していただいたようなこの2年弱なんですけれども、まあ、そのそうこうしているうちに、なんだ、ああここってもしかして
まあ、さっきも話してた通り、僕は、まあ、今仕事も住むのも横浜なので、本当は横浜の人間なんですけど、またなんかその横浜とは違う自分のいるべき場所というか、そういうのができたかなと。そういう意味であえて第二のふるさとという言葉を使わせていただいたんですが、合ってますかね、意味として。いやけどなんか全然別に僕は足立代表でも何でもないんですが、いやけど本当になんかすごく勝手に嬉しくなったというか、足立で何か活動してる中でなんかそういうふうに外の方が思ってくれるっていうのがすごく嬉しいなと。ありがとうございます。偉そうに思いました。本当にでもそれがすごく自分の中で感じてて、まあ、確かにその千代田区とかでも活動はしてたりするんだけど、逆にその千代田区ってちょこっと行ってちょこっとやったら帰るみたいな、そこまでどっぷりハマっていないからかもしれないんですが、でもこの足立区だったり北千住っていうのはもう本当にどっぷり使わせていただいてるからだと思うんだけど、もう本当に何だろう、今の自分にとって切り離せないものになってきてるのかなっていう。まあ、もちろん千代田区も切り離せないものでありますよ、横幅も。それ以上になんかその存在が大きくなってきてるっていうか、まあ、だからいずれはそのなんだろう、足立区とか北千住に対して恩返しのようなことができればいいのかなと。まあ、すごく大きな言葉で言ってしまうと、横浜と北千住、足立区のとの架け橋みたいなものに僕がなれればいいのかな。まあ、架け橋まで行かなくても、なんかそのつながるきっかけの、きっかけのそのまたきっかけ作りみたいなものをなんか僕がお手伝いできれば、本当に足立区だったり北千住だったり、あとそこでお世話になった方たちにそういう恩返しというか、お礼をすることにつながるのかなと。そういうつもりで、あの今後もまあ町のみだったりクロスウェーブ千住だったりっていうのをなんかやっていけたらいいなと思っております。今回のゲストは謎の人、関さんでした。はい、ありがとうございました。